いらっしゃいませ。心へようこそ。はい、今回の動画は認知症について説明したいと思います。皆さん、認知症はよく聞いたことがあると思いますが、認知症には4種類あるってご存知ですか？今回はその4種類の認知症にも共通して見られる症状と、4つの中で一番多く見られるアルツハイマー型認知症について説明したいと思います。よかったら最後まで見ていってください。認知症とは、脳の病気や障害など様々な原因により認知機能が低下して日常生活全般に支障が出てくる状態を言います。ここで言う認知機能とは、記憶や思考、理解、計算、学習、言語、判断などの知的な能力を指します。認知症には先ほども言った通り4種類あります。まず1つは一番多いアルツハイマー型認知症、2つ目は次に多い血管性認知症、3つ目はレビー小体型認知症、4つ目は前頭側頭型認知症があります。今回はこの中で最も多いアルツハイマー型認知症について説明していきます。認知症の症状で、全ての認知症に現れる症状として中核症状と周辺症状というものがあります。まず中核症状というのは、脳の神経細胞の障害により直接的に起こる認知機能障害のことです。症状としては、記憶障害、一部の記憶が抜け落ちる、思考判断力の低下、見当識障害、今の時間や自分が今いる場所がわからなくなるという症状があります。次に周辺症状、よく BPSD と言われます。こちらの周辺症状は、中核症状が本人の環境や身体状態、心理状態などに作用した結果生じる様々な精神症状や行動障害のことを言います。症状としてはたくさんいろんな症状があるんですけれども、特に多いのが意欲の低下、徘徊、不眠、怒りっぽくなる、妄想や幻覚、暴言や暴力行為、抑うつ状態、大声、性的逸脱行為、異食や拒食、お薬を拒否してしまう拒薬や過食などなど、さまざまな症状があります。それではアルツハイマー型認知症についてです。アルツハイマー型認知症は認知症の中で最も多いものになります。脳にアミロイド β という不要なタンパク質がたまることで、脳の神経細胞が死んでしまい、脳が萎縮することで認知症の症状が出てくるようになります。主に海馬という記憶を司る部位の萎縮が進むため、物忘れなどの記憶力の低下の症状が多く見られます。アルツハイマー型認知症の症状でよく見られるのは、先ほど述べた中核症状と周辺症状が主に多く見られます。最後にまとめますと、認知症とは脳の病気や障害などにより認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態を言います。認知症の中で最も多いのはアルツハイマー型認知症であり、記憶障害をはじめとしたさまざまな症状が現れます。はい、今回の動画はこれで以上となります。なるほど、認知症には4種類あるのかなんて思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またインスタグラムや
ツイッターもやってますので、よかったらぜひ見に来てください。それではまたのお越しをお待ちしております。